東京羽田ビッキーズは東京都大田区をホームタウンとする女子プロバスケットボールクラブである日本の女子バスケットボールトップリーグ W リーグに所属する東京都で唯一の W リーグ所属クラブであり大田区をホームタウンとするプロバスケットボールクラブ前身はエバラ製作所バスケットボール部として創設2013年に地域クラブとして生まれ変わり羽田ビッキーズとして W リーグに参加。2017年より2020年東京五輪に向け、東京が大きく注目を浴びること、より上の順位を目指すことの考えから、チーム名に東京を加え、東京羽田ビッキーズに変更するとともに、ホームゲームを港区、中央区、練馬区などの体育館でも行っていることから、活動範囲を東京都大田区を中心とする都内全域とした。ホームタウンは、 東京都大田区、企業チームの多い W リーグの中で、地域密着型のプロチームとして、育児活動やクリニックを積極的に行っているチームである、大田区総合体育館で開催している。2014年まで大森スポーツセンターも使用していた。また、関東近郊などでもホームゲームを開催する。練習場所は、エバラ製作所の工場敷地内にあった、畑山記念体育館を、 オームコートとしていたが、工場移転に伴い2010年1月をもって取り壊され、以降は近隣の翼総合高校、蒲田女子高校の施設を借りて練習を行っていたが、2013年10月より大和フォーラムをメインの練習場としている。2012年に大田区観光 PR 特使に任命された。観光 PR 特使としては初のスポーツ分野からの選出。 2019年で8期連続となる2012年のクラブ名変更の際に大田、東京、羽田などの候補が上がったが大田区のシンボルでもあり今後東京の玄関口となる羽田を採用地域のブランドイージとクラブの今後の活躍がリンクするように願いを込めた二千十七年に東京を代表するクラブとして名前を東京羽田ビッキーズとしたビクトリアス インテンシティ、カレッジ、ノーレッジ、インテイグラティ、エネルギー、ストレングスそれぞれの頭文字から取った造語で、エバラ製作所の社内公募によって決まった。国体、優勝1回、丸山賢治坂根茂桑田研修と山秀明、星沢淳一古田悟る村方金久羽田ビッキーズ、女子バスケットボールクラブに関するカテゴリー、ありがとうございます。